今はウィンドブルーム祭ですから、あなたたちに手伝ってもらうことは。ま、何も。じゃあ他。今日のおすすめはステーキですよ。冒険者協会に依頼を出そうかしら。こんにちは。冗談がお上手ですね。今は。え、おい、おかしいな。キャサリン、何？申し訳ございません。ウィンドブルーム祭期間中は。どうするんだよ。オイラたち。ダメダメ。オイラは諦めない。自由を象徴するモンド城の伝統的な祝祭。毎年この時期になると人々はウィンドブルーム祭になると店がとても忙しく。風の花はウィンドブルーム祭の象徴。じゃあ風の花ってどん。フローラのおばあちゃんから聞いた話だと、おばあちゃんが生まれるよりもずっと前に人々はタンポポを風の花として送るの。理由ってことは、モンドの人たちが言う風の花はタンポって多分ね。確証。それは違う。話が聞こえてきてつい風の花に。果物屋のクイーンか。お前は。いや、俺はただ風の花がタンポポじゃなくてフーシャースターだ。ほらクイーン、こんにちは。フローラ、最近君の店にフーシャースターを買いに来る人が少なくな。そうだね。ほら見ろ、全部俺たちフーシャースター派のおかげさ。フーシャースターはモンドの象徴であり、フーシャの化身と。俺を信じれば間違いない。モンドに伝わる生徒。あら、そうだったの。こんにちはベア。風の花って確かセシリアの花じゃなかった？え、そうなんだ。風の花がセシリアの花だ。そんなわけ。確かに風の花の定義は物議を醸している。しかしモンドでは一般的にこの2種類の花には独自の歴史がある。みんなに聞けばわかることだ。何ですって？本当のことを言っただけじゃないか。あなたね。ふん、もういい。え、ベア、おかしいな。俺何か待ち。喧嘩しないで。店を閉めた後に謝りに行こうかな。なんで怒ってるのかわからないけど、謝りに行かなきゃダメだよな。見て、あの二人、この祝祭の雰囲気とぴったりだね。ウィンドブルーム祭は自由。なるほど。でも風の花が何なのかすら。それもそうね。でもそれでこそ美食美酒、それと美しい花々。旅人、楽しそうな祝祭だな。風の花、いろんなところを回る。誰がお花を捧げるのかな。私だったら。よっ、ついていきます。ところに来たね。全生徒？それって
頭を抱えてる。頭を抱えてるだなんてひどいな。みんな必死に愛を表現する。意味がわからない。君たちもウィン、お祭りの雰囲気に包まれたモンドはどうだい？気に入ったかな？パイモン、君、うまいもんをくれたら気に入ったってこと。ふーん、じゃあ気に入ってくれたってことでいいよね。と、依頼もないし人助けもしてない。ただ真っ昼間からブラブ今身をもってそれらを体験しているってことは、ウィンドブルーム祭のことについて分かってきた頃か。なんだよそんな得意。ウィンドブルーム祭は風神のみならず、愛を求めるモンド人のためのものでもあるんだ。愛情を得るためなら、もちろん愛情以外の感情をなそうとする人もいる。だから君たちが依頼を。でも心配しないで、僕がいれば。それにそろそろ君たちにもモンドの文化や風習を知って。助手悩んでるこの人たちを見て。彼らは愛の詩を書きたいがために僕にアドバイスを求めに来た。だから彼らが抱えている悩みを僕が聞いて、置かれている状況と立場に立って。本当は僕がアドバイスすることになってたんだけど、暇を持て余してそうだから。君には、君はいろんな場所を見てきたでしょ。そこで得た知識や経験で。ただ人遣いが荒いだけだろう。銀よや、ウィンドブルーム祭では限定のお酒が売られるんだ。たくさん買うには。ねえ、よっ。じゃあ始めようか。君の横でヒントを出すから、僕のヒントを。勝手に話を進めるな。そう言わないでよ。君はモンドの人々から信頼され、いいかい？僕がこの動きをしたら、そしてこの動きをしたら、現状を維持して、あ、最後にこの動きは早く諦めて。どう？覚えた？いいよ、いいかい？僕がこの動きをしたら、それは積極的に攻めていいという意味だよ。そしてこの動きをしたら、現状を維持して焦らない方がいいという意味。最後にこの動きは早く諦めて、無駄な感情を使わない方がいいという。どう？覚えた？じゃこの。そこの銀融野郎にアドバイスを求めてるのか？オイラたち。せっかく心して詩人さんにアドバイスを聞きに来たのに。恥ずかしがるなよ。誰からアドバイスをもらって。だから勇気。そうだね、実はマーラって言うんだけど、可愛くて勤勉で、時間があればいつも家の農業を手伝。モンド城に住んでる。いや、彼女は清泉町に住んでて、距離が離れ、とにかく僕たちの家柄が違いすぎて、父さんはずっ。でも僕はマーラと約束したんだ。会いたい時は星拾いの崖に行って星を見よう。順調そうじゃないか。うん、だからマーラのことより、父さんは保守的ですごく厳しいんだ。でもこれは父さんのせいじゃないだ。だからもしこの機会に風の花を父さんに送って、ちゃんと話すことができたら、彼女のことを認めてくれるかな。どう伝えるつもりなんだ？マーラの家は裕福ではないけど、彼女の優しい心と勤勉な態度はどれだけお金を払っても買えないものだってことを伝えたい。でも僕、父さんに怒られる。そっか。うん、そうだぞ。心に思ってることをきちんと。なるほど、わかっ。でもお父さんに花を送るって言ってたけど、マーラには。あ、確かにそうだ。それに詩人さんには愛の詩を教わりに来たんだった。そうだね、彼女にも花を。アドバイスありがとう。
を打ち明けに来た。あなたたちはここで会えるなんて思わなかったよ。じゃあ私が花を贈りたい相手はセピロス騎士団代理団長。あなたたちはもうジン様を知ってるよね。彼女は本当に真面目で努力家なの。才能もあって。わかったわかった。ああごめん、ジン様の話になるとつい。明日になったら詩と新鮮なタンポポの花束を用意してジン様の執務室に行って。でも花束とし悩むな。あれ、普通は名前を書くよな。なんでそこで悩ん。もしジン様が送り主の名前を見たら絶対に私を探してお礼を言いに来ると思うの。でもジン様はいつも忙しいから、わざわざ私なんかのために時間を費やすなんてもったいない。でも名前がなかったら素性不明のものとして警戒され。そうだぞ、素性不明のプレゼント。本当に？じゃあやっぱり名前を。何はともあれアドバイスありがとう。どういたしよう。うん、そこの人、銀融野郎にアドバイスを。え、いいのか。僕はモンドのアイドルバーバラ様が大好きだ。君も知ってるよね。彼女は可愛くて優しくて笑顔と歌でモンドの人々を支えてるんだ。バーバラ様が好きで同じ気も。もう気づいているかもしれないが、僕がバーバラファンクラブの。ん？なんだか誇らしげに言ってるぞ。僕はファンクラブのみんなの思いを背負い、この特別な日にバーバラ様に祝。もちろん僕は常識ある大人だ。アイドルの生活を。そしてファンクラブのメンバーが摘んだ花で巨大な像を作り、サプライズで教会の裏口に置くこと。だから詩の指導はもう必要ない。僕たちは自分の言葉で詩を書いて像と。巨大な像。建物を2階分くらいの高さになるかな。うん、でも誠意はこもってるだろ。バーバラ様が見たらこのアイディアど。常識ある大人って言っておきながらすっご。え、でもプレゼントは印象に残るものにした。でも迷惑すぎてお前がセピロス騎士団に連れてかれるぞ。そうなのか。でもじゃない。ああ、もう分かった。アドバイスありがとう。僕はこれで失礼する。あいつん。原油野郎、お前の言う通りに。よくやったね。ご、よし、じゃあ他に悩。盛り上がってるな俺。やあガイア、君も恋愛相談に来たのかい？最高の銀融詩人は感情に対する最高のアドバイザーでもある。しかしお前は他の業務もやってるだろう。他の人に愛の詩を教えること？そう、お前が広場で生徒を集めてると聞いて俺も参加しようと思ってな。え、ガイアも愛の詩を書くのかよ。確かにな。それでも俺はプロから詩を教わりたいんだ。どうして？君は口が達者で僕の指導なんて必要ないと思うけど。単刀直入に俺を生徒にしてくれるかどうかだけ聞こう。もちろんいいよ。お金も稼げるし断る理由なんてないから。よしよし、じゃあ今から俺はお前生徒として少し要求を。やっぱり何か企んでたんだな。なんだい、言ってみて。俺は生徒だから授業を聞くだけじゃなく課題を。知識を応用し自分が書いた詩を先生に見てもらう。それが正しい学習って。それって銀融野郎に。そうだ、
きちんと課題の詩を添削してくれ。詰まるところ、簡単にお金を稼がせたくないだけでしょう。そんな、まさか。俺はただ授業を楽しいことをするのっていいことだと思わない。ガイアは意地悪だな。でも詩の添削か。僕もみんながどんな作品を書くのか。お前はやっぱり融通の効くいいせ。でも待って、僕からも。うわ、お互いに上。君の課題は丁寧に添削する。必ず上達することを約束しよう。その代わり、ウィンドブルーム祭限定のアップルフラワー酒を授業料としてくれないかな。君とディルックの関係なら手に入れられるでしょ。おやおや、そうくるとは。しかし美酒一本で指導を受けられるのなら、この取引を逃す。一本じゃない、三本だ。悪なき欲望。いいかな、ねえ。問題ない。やったー、早く紙とペンを持ってきて。ウェンティ先生の授業が始まるよ。原油野郎のポケットから紙が。あれ、アルバート、エリン、マービン、ティマイオス。はい。ベネットは元気がいい。君がベネットかい。元気があってよろしい。その情熱を大切。はい先生。冒険者も愛の詩を学びに来てるのか。銀融野郎。親愛なる生徒たち、大聖堂前の花壇に集合しよう。詩の創作に関する心得とテクニック。授業の後は各自一作ずつ詩を提出してね。僕が評価してあげるから。それと授業料の支払いは授業が終わってからでもいいけど。逃げようなん。あとモラじゃなくてビシュで払ってくれてもいい。先生、俺への特別指導は。もちろん忘れてないよ。だからガイアは一番に提出してね。旅人、課題集めを手伝ってほしい。おい、そんなことまで助手が。これはモンド独自の伝統文化で、君がウィンドブルーム祭に馴染むチャンスでもあるんだよ。君に、それに僕の報酬は君にも分けてあげ。本当か。じゃあガイアが課題を終わらせた頃を見計らって、それまで僕は生徒たちに授業をしてるから。旅人、君はこのモンド城の商人たちが祝祭に合わせたイベントをやってるから、ぜひ参加。